送、うちらりおのレコメンフライデー。最新シングルが現在放送のアニメのオープニングテーマになっているそうですね、はいはい、どんな曲でしょうか。すみません、はい、11月にリリースしたチェンジザワールドという曲になります、はい、こちらはですね、現在放送中のテレビアニメ、勇者パーティーを追放されたビーストテイマー最強種の猫耳少女と出会うのオープニングテーマになっております。はい、こちらのね、ゆきさんとりんさんによる作詞曲ってどんな思いをって、やっぱりこうアニメとタイアップって最初にこう作品をなんていうか概要とかいただいてから作る感じですか。そうですね、プロットをいただいて、その内容を確認しながら、メッセージ、そのアニメが伝えたいメッセージだったり、重要なキーワードをこちらでメモしたりして、書くことが多いですね。結構このタイトル的にビーストテイマーとかってなんかゲームしてると馴染みはあるんですけど、最初このタイトル聞いた時いかがでした？一体どんなって確かにちょっと不思議だと思うんですよ。僕たちのリリースイベントで、この情報を毎回言うんですけど、やっぱその噛んじゃいけないとか、そっち側の方にここだけはね、ここだけは間違えちゃいけないっていうのが、ビーストテイマー、これ全部ちゃんと言わなきゃ、ね、ちょっとね、長いですよね。だいぶそうなんですよ。MV をね拝見して拝見させていただきました。あれって当然なんですけど、歌いながら動いてとかじゃないですか。なんかぶつかったりしないですか。いやすごいじゃないですか。このそう単純なんです私たち運動めちゃくちゃ苦手なんで、なじみがないからね。単純に軽やかな動きがもうすごいなって思っちゃって。40曲以上多分もう楽曲あるんですけど、ぶつかったことはないですね。ごめんなさい。もう本当申し訳ない素人質問で。でもこのなんかダンスがちょっとこのフライしてる感じがすごい伝わりました。嬉しい。すごい。軽やかでなんか動きが見ていて気持ちいいから、ね、そこのチームワークなのかなやっぱり、そうなんかちょっとね勝手に映像としてすごく感激しました私は。ありがとうございます。文化放送、内田理央のレコメンフライデー。